はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。サイレントヒルですね。2週目というか、エンディングの別のものを見たいというので始めたんだけど、予定としてはね、ここのセーブポイント、ん？あ、この取った下水道を6時間 やったところから始めようかなと思ったんですけど、ちょっと、隠し武器のチェーンソーとかを使ってみたいなっていう理由だけで、コメントをいただいてて、なんか他の、シリルどこ行ったんだっけですね。路地裏がもうどこだかちょっと覚えてないんだけど。ちょっと気になった部分だけ抜粋していって行こうかなと思うんですが。まずね、コンビニですでに、どこだっけ？こっちか。コンビニでね、まずもうあるアイテムがいろいろあるらしくて、さらにですね、このゲーム、オプション、2周目のオプションだと弾薬が、なんか倍になるのかな？弾薬用設定が2、2、1、2。2にすると何？これ、増えるってことなのかな？ちょっとわからないんだけど、多分そういうことなんだよね。リロードする必要はなくなるとか、そういうことじゃないよね。あ、60発、こんなに多分もらえてないもんね。別にもうすでにね、一応 R ハードでね、クリアさせてもらってるんで、それで弾薬に関しての心配はそこまではしていないんだけど、一応ね、もらえるものはもらっとこうということで、やってますが、どうかな？なんか、学校クリアしたら、この設定はもういらないかなとも思ってます、弾薬は。ボスはボスでね、今回、また変わるらしい、あれ。もうすぐ分かんなくなっちゃうんだよな、これ。この辺じゃないの、コンビニって。ああ、また犬がね、ちゃんといるんだよな。コンビニがあるらしきところを探しているのに、まだコンビニが見つからないんだ。こっちか。こっちだったか。ここに、ああ、羽蔀とも今いたね。敵の出現とかね、スーパーディ、あ、ハードとかじゃないでしょ、このゲーム。あ、これだ。チャネリングストーン。これですね。これエンディング、前回のエンディングでも出てきたやつだと思うんだけど。不思議な力を持った神秘の石どこかで使うと何かが起きる。そのコメントもありがとうございます。これを、ある場所、特定の場所、5つくらいあったかな？その場所で使うと、使うと何かが起きるのか？これ、使ったら最後エンディングが変わるとかなのかな？それちょっとまずいんだけどな。使わないエンドを使うエンドだと思う。あ、一番最後のところで使わなきゃいいのか。一番最後ってどこだろう。多分灯台だと思うんだけど。今まで見てきた魔法陣。あ、色は全部変わってる。そうなのか。今まで見てきた魔法陣の近く、魔法陣の上で、この、なんつうのこれ、ペンダントを使っていくと、何かが起こるのかな。その都度何かが起こってくれるのかな。ちょっとわからない。その辺はね、やってね、自分の目で確かめろってことなんですけど。じゃ、とりあえずここで手に入れられるものはここだけでいいのかな。チェーンソーについてはちょっと進まないと、教会のところぐらいまで進まないと手に入らないらしいので、次に動画にするところはどこかな。とりあえず進めながらコメントいただいたものを返していこうか。いただく前にやってる感もあるんですが。確かにね、お話が分かればいいですかね、概要。あ、オープニングとかもね、実は赤ちゃん抱いてお墓の前に、お墓だったのかな、いるところで、あれ、ちゃん、昔のオープニングはね、奥さんと一緒にいたらしいんだけど、ね、前回のエンディングだとシビルが一緒にいましたよね。全然俺気づかなくて。どの辺だったかな？とか回るじゃなかったかな？あ、こっちでよかったっけ？できればね、PS3 で やりたかったのはね、一番なんだけど。これ犬がいるんだっけ？犬がいるとから。弾薬にね、余裕があるんで、こういう狭いところでの戦闘も特に恐れずやれることができるのは、一つ強みかもしれないですね。ここにまた弾丸あるしね。
多分ね、こんなにね、ハンドガンの弾丸もいらないと思うんだよね。Isn't the Cheryl sketchbook? She's at the school. 結局学校にもいなかったしな。で、不必要な鉄、あれ？鉄パイプと。鉄パイプはな、めちゃくちゃ弱かったんだよな。と、あとスケッチブック。どうしてここにでもスケッチブックが置きっぱなしになっていたのかな。そうだ、2周目になってなんかもう1つ2つムービーがね増えてたりすると、まだ R もね1つ助かったのかもしれないんだけど、そういうことではないのかな。あ、まあ、くそったりはね。ちなみに、血液の色はバイオレットで、今回統一していきたいと思います。まあ、俺がただ一人でくそ。俺が一人で楽しむだけのね、血液の色だけど。まあ、一回クリアしてるんでね、多少早めにはできると思うんだけど、とりあえずやっていくエンディングとしては、赤い液体の真相は調べないのと、シビルをやっつける。で、一番ひどいエンディングかな？バッとマイナスを見ることができるのかな？一番、早そうなエンディングを目指していきます。あとは、そうだね、俺がチェーンソーを使って楽しむだけの動画かな？ん？気になるものは見当たらない。ここじゃなかったっけ？一度クリアしたからといってね、やり方工程はね、完全に覚えてるわけじゃなくて、一番危ないところどころしか覚えてないっていう状態なので、場所をねかなり端折ってやってしまうと思うんでね。あ、犬小屋、これでいいのかな。うん、ここの通りの、ここの何、犬小屋の家の隠し部屋のドアも開けられる。犬小屋の家の隠し扉、そんなのあったっけ？ まずそんなのあったっけのレベルになってくるんだけど、なんか日本刀が出てくるのはもっと先の話なのかな。そこまでね、ガチガチでやるつもりはね、もちろん俺ないんだけど。まだあるの？もうあと何もないか。コメントいただいてたのはそんなところですかね。ここ？あ、でも鍵がかかってるよ。隠し扉。隠し扉か。それに関してはそこまで、躍起になって探さなくてもいいかな。隠し、どこも隠されてない感があるからね。冷蔵庫が実は隠し扉ってわけでもないと。で、あー、キーズフォアイクリプスか。ここから鍵探さないといけないんだっけ？あ、非常にめんどくせえことになってきたな。懐かしいな。じゃあ、ここから一気に学校の方まで行っちゃおうかな。モグラ退治に、精を出すか。ほい。じゃあ、ここ、裏世界の学校の屋上に今いるんだけど、ここでアイテムを、このニックキー、ゴムボールのね、トラップをやる前なんだけど、ここで使えばいいのかな？うん。おい、これ、俺は言ったはずだぞ。空を飛ぶものはダメだと。これ、あれだろう。ハリーが洗脳されるエンドだろう。多分。ダメだっつってんだろ、このエンディングは。まあ、一応やっておくか。一応やっておいていいのかな。これ、だって、サイレントヒル2だと同じようなエンディングがあって、確かね、名前、主人公なんてジェームズだっけ？あれがね、なんか洗脳されて連れてかれて、なんか、
ていうような話があったはずなんだけど、それは大丈夫なのか、大丈夫なんだろうな。おい、じゃあ、ここですね。フラウロスとハニワシの鍵、教会のところまで来てるところで、ここでチェーンソーはね、ようやく手に入りそうなので、なんか、破砕機も手に入る、だっけ？なんかな、これでも何度かクリアしないとダメなのかな。とりあえず、俺は、破砕機よりチェーンソー派の人間なんでね、ね、ドリルよりノコギリ派なんで、とりあえずそれを行きましょうか、取りに。教会とは別、反対側の方向にあるどっかのショッピングセンターの、ショッピングセンターウィンドウの中にあるらしいんですが、じゃあ果たしてそれをね、俺がまた見つけることができるかっていうと、またそれはまた別のお話になってくるんですよね。ま、あ、ありそうだ。チェーンソーがある。ん？しかしガソリンが入っていないので使うことはできない。ガソリン？ガソリンか。どっかにガソリンスタンドがあったような。あー、なんか紫色の今地図がガスステーションってちっちゃくなんか書いてあるようなにも見えるけど、確かガソリンが手に入る、一つしか手に入らないとかなんとかってあったような。でそれでその破砕機を使うかチェーンソーを使うかっていうことか。俺ね、あの工業系の人間じゃないんで全然わかんないんだけど、ガソリンって使うもんなの？チェーンソーにしろ破砕機にしろ、ガソリンって使わないといけないの？あれ電動だからさ、そのなんていうのかな、アホじゃないか、電池、電池じゃないの？そういうことじゃないのかな。これか、もうガソリン、はい、じゃあいただきましょう。これだけでいいのかな、ガソリンだけあってそれでいいの？ガソリンあったら、あーでも車じゃダメなのか、ガソリン。チェーンソーや削岩機か、動かすために必要ガソリンスタンドのガレージに置いてあった。ほーん、そういうものなんだ。てっきり何にしろその電気ね、充電器とか蓄電池そういうのがあれば動かせるもんかと思ってました。俺はそういうものってガソリンがいるんじゃな、やっぱ重いよね。小型化は難しいのかな、ああいうものの。え、本当にうちのあの電の子、ちっちゃい電の子とはまだ違うのか。これだって割り合わなくない、こんなもん。あ、ガソリン入れろって、で取りますか、取ります。こういう感じなんだ。樹木の伐採などに使われている電力付きのこぎり、電動か、攻撃力は極めて高いでしょうね。え、ちょっと待って待って、極めて、あれ攻撃判定は、あるよね。おい、使ってる。でも簡単に振り回してて走れるぜ。なってやはり結構化け物なんじゃないかこれ。ギリうるせえな、ちょっと一回止めるか。あ、死にそうだ。やっぱね、モグラがすごい強いんだよ。モグラがね、強くて、回復アイテムもガバガバですよ、本当に。ガブ飲み、栄養剤ガブ飲みでやってきたけど、まあ、ここからは大丈夫かな。お姉ちゃんだから、ね、ナースのお姉さんと戦うから、まあ、チェーンソーの餌食になればいいんじゃないですかね。
もうハンマーもいらなくなるのかな。まあ、あるハンマーもね、あのキングズフィールドですごい最強化したから、ハンマーとか斧とかはね、今後何かそういうものを使うゲームに巡らえれば、やっぱ優先してね、使ってはいきたいんだわ。はい、じゃあね、あと5分くらい余裕があるんで、試し切りをしましょうか、ここで。特にここに関して謎解きは一切覚えていないんだけど、まだガチャガチャ鳴るのが若干怖いくらいなもんで、ここしましまがすげえな、インターレースが。特にここひどくないか。きちんとね、こっちで解除すればいい話、何にも見えねえや。ここも謎解きというより、何すりゃいいんだよ。ここの地図は持ってない。ああ、そうか、そういう、4階の地図は持っていないっていう設定だっけ。ちょっと俺はもう早くね、試し切りがしたくてしょうがないんですよ。これね、一回ね、装備し直すと、まだこれ電源が入ってない。あ、構えるともう電源入れちゃうんだね。なるほど。あ、で、これで一回戻るんだ。今構えると、おら。あ、やっぱ構えていないとダメなんだ。威力がすごく高いらしいんだけど、ちょっと不安じゃないか、これ。威力ね、高いに越したことはないんだけど、食らうもんね。ちょっと食らいモーションはついてんのか。なるほどね。まあ、ならいいか。で、栄養剤。なるほど。何かアイテムを拾ったりすると、まあ、一旦、チェンソーさんは落ち着いてくれると。なるほどね。もう構えているだけで、当たり判定は生まれているので、それが、いいですね。あ、ビデオデッキを調べるだけでもチェーンソーが落ち着く。すごいな、このゲーム。すごいな、とか、このチェーンソーがすごいお利口さんだね。とりあえずだって、とりあえず召喚して、で、入るとまた落ち着くから、で、また召喚して、召喚っていうね、単語がもうおかしいんだけど。あ、しかし、首締めの方がやっぱ強いんだ。あー、なるほどね。はい。あ、このハンマーの方がやっぱ強くねえか、この感じだと。ちょっとほら、ちょっと なんだろうな、なんか俺の使い方が悪いのかな。これ電源ライトの電源しか切れない。そうか、やっぱドアとかどっかに入らないと。鍵を開けた。どこの鍵？とりあえずはなかなかどうしてちょっと難しいかな。このチェーンソーっていうもの自体の使い方があまり俺はうまくないかもしれない。才能がないのかもしれない。ダメージ判定はね、ダメージ判定はあるんだよね。暗い判定がないだけでちょっとのけぞってくれないんだよね、ナースのお姉さんが。やっぱハンマーのやっぱ一撃力を見てしまうと、そうだね、この連続してダメージを与え続けるっていうのは、まあ一つね、好きではね、あるんだけど。で、この一気におとなしくなるところもね、すごい可愛いんだけどね、そういうところ俺好きよ。何分？あ、4分か。じゃあ、最後に、ん？あ、輸血パックか。輸血パックは触手のね、触手野郎にぶちまければいいんだが、それはどこにあるかがわからない。もう謎解きに関してね、困ることは一切ないんで、それはね、大丈夫なんだけど。あとはその場所がどこにあるのかなんてね。お姉さんいるの？大人のお姉さんいないのか。あとはどこに誰が入ったかなんだよな。
お、いた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 、びっくりした。ほら、これ一撃目でね、一撃目でこのお姉さんひるまないんだよね。もしかしたらもっとちゃんとやれば入んのかもしんないけど、あれな、どこで何に使うんだっけな、このプレート何に使うんだっけ。一度クリアするとね、こういうところがいい加減、いい加減っていうか分かんなくなっちゃうのが一番怖いんだよね。ここどこや。一応あれ、俺の入りたかったところ違うな。ここか。どこからか確か、あ、これ鳥かごか。でも今回鳥かごの鍵も何もないし、ここガチャンガチャンになるんだっけ。ならないんですか。一応中庭、中庭、中庭ってどこだろう。病院の中庭でもう一回この UFO ストーン、謎の飛行石をちょっと使えば、まあイベントが起こるらしいんだけど、なるべく俺はこのイベントを起こしたくないんだ。起こしたら最後俺連れてかれちゃう、多分連れてかれちゃうと思うんだよね。はいはいはい、そうだね。そこに行くにはまだちょっと時間がかかるだろうかし、俺どこに行きゃいいか分かんないから、エレベーター使えたのかもよく覚えてないから、適当に回りながら、次回作の話でもしましょうか。もう買ってあるんだ。あのね、ちょっと一応ね、ほら一撃目で、あ、やっぱ食らわないな。どうやって使うんだろうこのゲーム。あ、このゲームじゃねえ、この武器。ただただロマン武器なの？あ、こうやって使うのかな？あ、うん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 。爆捨て用武器か。そうかそうか。ここもなんかあるんだけど、ここ確か輸血パック組だよ。輸血パック組。ほら。でもね、これドキドキしてるんだよね。俺が。ドギマギしちゃってるんだよ。だからドリンクはね、飲んでおくけど、ドリンク剤は増えないんだよね。ただ、玉だけが増えていくという、結局何もやってないんだ。触手に引っ叩かれる前に輸血パックを投げつけると。あ、こういうところはスタートボタンを押しても進まないんだ。まあ、下手にソフトリセットして、ね、困ると困る、困ると困るんで、俺だけが困るんでね。これだけでいいのかな？帽子や、結局、これが何を意味するプレートかは、よく分かっていなかったような、俺がただ覚えていないだけのような。どこかでね、大人のお姉さんが二人で突っ込んできてくれる場所があるんだけど、ここではなかったね。ああ、爆捨て振りか。ここでついにその爆捨て振りが威力を、効力を発揮するっていうことか。このライト、ライターは確かなんかオイルかなんかと一緒に使わないと効果をなさないんだよな。あ、ところでサイレントヒルのゲーセンちょっとね、なかったんですよね。地元のゲーセンとかね、あのショッピングモールにあるようなね、古いゲーセンとかもちょっと漁ってみたんだけど、まああと一個ね、行ってない場所もあるには、あ、なんだっけこれ、あるにはあったんだけど、あー、そっか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 、これあれか、色味で物を言わせていくタイプのゲームだっけ。でも確かこれ1234つだもんね。4つなきゃいけないんだから、確かハートの女王がどっかにあったはず。そう、次回作の話をしよう、話をしよう。で、そうそう、もうね、あれ、あ、ここじゃなかったか。もう買ってしまっていて、1個はPS1 のゲームですね。あ、これか。これの代わりに、これの代わりって言っちゃうんだけど、PS1 の次回作のゲーム。あー、こっち進んでないじゃないか。個人的には結構、暴れ回る。あ、進めないのか。じゃあ、下行かなきゃダメだね。なんだ、キングズフィールドと、
トゥームレイダーを足して2で割ったようなゲームをどうやら購入してしまったらしくて、そうだね、鍵かかってるもんね。一応ね、古いリクエストいただいた古いものかつ、ホラーゲーム、まあ、今回やったゲームのジャンルに該当しないものをやっていければまあいいや、やっつけんなあとに入れるところからね入りたい。その該当しているものをまあ見ていこうかなと思って選んだゲームが果たして正しかったのか。こんな音するのかな。でも人をさこう切りつけた時に強いじゃない、やるじゃない。うぃー、あ、この場所は悪かったな。こう振る、適当に、あーこれ危ないな。ただその当たり判定、いきなり当たり判定があるから、それはやっぱ素直に強いなと思う。おまけにこのお兄さんあれだな、ナイフの当たり判定が非常に狭い、ほんの一歩物とは聞こえる。あ、リサだっけ。ほんの一歩ね、ここどこだっけ、引くだけで攻撃が当たらない、非常にあれだな、かわいそうな感じになってしまっているな。性能が非常に、お医者さんドクターの方の性能が低くてかわいそうだ。もうちょっと強化してもよかったんじゃないか。でそこが入れないから、で PS2 のゲーム、 PS2 のゲームももう前々からずっと前からコメントいただいてて、リクエストいただいてたものを、やろうと思います。ちょっと、はい。ちょっとね、好き嫌い分かれると思うんだけどさ。で、この PS1 のゲームもね、結構好き嫌い分かれると思うんだ。ちょっと俺が思っていたゲームとはちょっと違うかもしれないんだよね。俺はなんか、モンスターをはべらせて、どんどん自分で、なんだろう、ファミコンウォーズみたいなことをしていくようなゲームかと思ったら、やっぱり自分の腕に物を言わせて戦うような感じのゲームくさいんだよ。そうするとなんかこうサイレントヒルと同じような感じかもしれないね。海外感はあると思うんだけどさ。で、最近ツイッターの方にですね、てか本日なんだけど、ちょっと試してみた欲しいものリストっていうものを俺リクエストいただいた一つからすぐこれできるんだ。斜め切りができる。斜め切りができるけど、意味があるのかどうかだな。あ、出た、ハートの女王。ハートの女王かな、クイーンかな。ハートとは言っていい。はいはい。あ、ここセーブか。じゃあもう一回セーブしちゃって、そう、ツイッターの方になんか、リクエストリスト、あ、いるね。ちょっと作ってみたんで、もう1年、2年くらい温めている。あれ？イベントだっけ？リストなんで、あ、そうでない。何作ぐらいあるのかな？ 40本ぐらいね、ゲームもう、やめろー。40本ぐらいね、もうリクエストいただいて、こっち見て、あ、死ぬ。だけど、ちゃんと見れるのかな。